皆さんこんにちは。こんにちは。今日の第2礼拝は特別礼拝です。もう皆さんもう見てお分かりだと思いますけども、バンドメンバーつらりと並んでおります。でもこのバンドをすることが特別ということではないです。特別な神様を礼拝する。でもそれは毎週の礼拝で同じことかもしれません。でもスタイルが変わったりとか、なんか曲が違ったりとか、いろんな違うことがあるかもしれないですけど、でも同じ神様を見上げるので、同じ思いで今日一緒に礼拝していただきたいとそう思っています。 We Worship という今日からそんなタイトルになりました。今までは I Worship でした。本当にそれも素晴らしいタイトルだったと思います。でも We です。私たち一緒にです。共にです。神様は私たちが共に礼拝しておられるその姿を今本当に喜んでくださっていると思います。ですので今隣にいる方々のことを思いながら、変わらない神様を、特別な神様を礼拝していきたいとそう思っています。最初は主の前にひざまずき、この賛美を捧げていきたいと思います。主の前
協力してください。皆さん立ってなかったら踊っちゃいかなくて、できるだけ全員の人が入ってきてほしいです。動いてください。お願いします。Thank you.
主よ、あなたは私たちを十字架の御業によって救いを与えてくださいました。あなたの恵みに感謝します。私たちはあなたの一生ご愛に生かされています。どうぞ主よ、今日私たちがそのことを覚えることができますように、御言葉をいただきます、メッセージをいただきます。どうぞ主よ、その中にも主よ、あなたのご愛、あなたの恵み、あなたの限りなき主よ、あなたの御業を主を覚えることができますように、今この時間導いてください。御手に委ねてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。皆さんこんにちは。こんにちは。最初はお祈りから始めさせてください。お祈りします。愛する神様、どうかこのメッセージの時間の間、私たちの心の目を開いてください。どうかこの私を用いて、キリストにあるその望み、その希望の価値がはっきりと理解することができますように祈ります。そしてその偉大さを悟ることによって、私たちの人生変えられ、神の国を見ることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。さて、ちょっと、この操作しながら話したいと思いますので、大丈夫ですかね。出ますかね。出ません。はい、今日のメッセージのタイトルは価値の再定義です。定義です。こんな感じ、はい、できますね。はい、価値の最適です。、はい、まず聖書箇所を、読みたいと思います。このピリピ人の手紙の3章4節から14節です。ちょっと長いんですけど、一緒に読みたいと思いますので、読みましょう。はい、ピリピ人の手紙の3章4節から14節の新改訳使ってます。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は4日目に割礼を受け、イスラエル民族のに属し、ベンヤミンの別れの者です。生粋のエブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものは、みんな私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中から復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私はすでに捉えたなどとは考えてはいません。ただこの一言に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。アメン。ちょっと長いですが、これは使徒パウロがピリピ人に書いた手紙の3章のところですね。で、まずこの今日このメッセージのために、この聖書箇所を、そのこの特定の聖書箇所を選んだ理由を、最初に、まあ、その背景にある理由を、最初にちょっと少し話させていただきたいと思います。少し余談ですけど、まあ、私アルゼンチン人で、アルゼンチンの大学で勉強しながら進学にも出てました。で、進学の、まあ、多分どの大学、どの進学でもなんかそのギリシャ語の基礎の勉強もしていると思いますが、最近5年前からその恋ネギリシャ語の知識を深めようと思って、
オンラインのコミュニティとかそういう学者と一緒に勉強しています。で、それで昨年素晴らしい恵まれたチャンスがあって、この夏、昨年夏にアメリカにある南部バプティスト神学校で開催されているこのグリカン・ヒリー・フォー・ライフ・カンファレンスに参加して、でそこに聖書学者、牧師、宣教師とともにその、コイネギリシャ語の集中コースに受講しました。こんな感じでしたね。この経験は私にとってすごく非常に有意義なもので、この自分自身の知識とかその理解を深める機会ともなりましたので、ちょっとその恵みを分かち合いたいなと思っています。もちろんそこまで勉強しないと聖書を読めないとか、理解できないというのは全くありません。そういうわけでもありません。ただ、その聖書に集中できる、濃い時間を、できて、すごく恵まれました。その後、この今年の1月から、そうですね、1月から3ヶ月の間、その神学の学者の通信コースでピリピリとの手紙のコースがあって、その3ヶ月の間一節ずつギリシャ語で読んで解釈することでさらなるその学びと理解を得ることができました。だからその学びの中で得たものを共有しながら、今日皆さんと一緒にその聖書の真理を求めたいと思います。はい、なので今日はその3ヶ月の中の恵まれたことの中で知らせていただきたいです。はい、それではそのメッセージに入りたいと思います。今日はこの3点について話したいと思います。このクルスホノルムというところと、思考転換とザ・カリンというところですね。でその前にちょっとピリピリというのは手紙なので、ピリピリについてちょっとだけ説明させてください。これは世界地図なんですけど、このピリピが出ていて、でこの、毎週この教会で柴田先生のメッセージのシリーズでその使徒行伝を見ていて、でどうやってパウロがピリポについてどうやってその初めての教会を作ったというのも最近聞いてますが、その町自体はすごく大切な町で、その東と西の接点のところですごく戦略的なところで、アレクサンダー大王の父であったピリポス2世の人が創建したところです。もう商業でも軍事でも、すごく古代から重要な、ところでした。その後ローマの帝国での領土になって、で、もう小型のローマと言われているほど、このローマの法が適用され、ローマの価値観、ローマからの、ローマから直接その任命された軍人がその町を治めてたっていうところもありました。で大体ローマ帝国の軍隊の人たちが軍隊の中で 偉くなっていく中で、その軍隊からもう政治的なキャリアに移動するみたいな、でその偉い人たちはほとんどピリポにいて、だからピリポはなんかローマ帝国の貴族とその政治家とその軍隊の偉い人たちが集まってたところです。もう本当にエリート社会です。で比較的な小規模の町なのに大きなモニュメントとか数多く存在していたことも明らかです。でなので名誉と誉れの町でした。なので、このピリピ人への手紙の中にもそういう謙遜さについてたくさん書かれています。その手紙のテーマの一つでも言われていますが、でそのローマの文化がすごく強くて、このクルスホノルムというのがありましたけど、これラテン語ですね。これなぜかというと、何かというと、このラテン語で名誉のキャリアという意味をしています。でクルスホノルムというのは、古代ローマの政治的なキャリアパスの、公職な序列を意味しています。こんな感じですね。多分これ見たら分かると思います。これはローマの貴族、階級の若者が公職に就くために取るべき一連の役職の道をの、そういう制度でした。一般的にはまずクエストルというところ、クエストルから始まり、その次エディル、その次プラエトル、そして最終的にコンスルという、至るまでその段階的なキャリアパスが含まれていました。その制度はローマのそういう政治的な権力の均衡の維持と、そして経験豊富なリーダーたちが、もう各職務に適任できる、その適任であることを保証できる制度として使われていました。でちょっとなんかそれを見たら分からないので、現代 の、そのそれぞれの役職は現代でどういうことなのかというのをちょっと調べてみましたが、このクエストルのところは、現代の同等な仕事としては財務アナリストみたいな感じで、会計のことをやっている人ですね。財務アナリスト、財務管理者、彼らは組織の財務状況を監視し、予算の作成とか政府行政の財務の計画を立案しました、そういう役割です。それをもうクリアしたら次エディルのところに行きます。エディルは
投資計画者、まあ、その公共施設の管理者です、まあ、そのお金だけじゃなくて他のリソースも管理する、立場になって、で彼らは、都市の発展や公共施設 の、その、維持管理とかイベントの計画とか、全体的なその運営の担当をしていました。でその次はプレートールというところですね、まあ、段階的ですね。これプレートールという現代でいうと、まあ法廷弁護士ですね、あの地方の裁判官とか、彼らはまあ法通の適用と、まあ、その司法の実務を担当していて、でその分あの紛争 の、 あのそういう解決の決定の力もありました。そんな、ところですね、まあ、法律を、あの実施する人たちですね。でその次はコンスルというのがあって、でコンスルはまあ今の国の首相とか大統領とも最高権力者という政治的な、その行政的な決定を行い、国家の安全性とその福祉を管理する立場です。これはあのクルスホノルムですね。クルスホノルムはあのローマ帝国の、まあ、ラティン語での名前なんですけど、その、あの政治的なキャリアパスのところです。で、まあ、みんなこういうポジションを目指してあのもう競争したりしてるんですね。でみんなエリートだからもうみんな負け、あのその突っ込めるところなくて、もうみんなすごい人たちが集まってて、でもうみんな競争して、もうその肩書きを役職とかそのタイトルを書くのが大好きで、実はみんな、まあ、常にマウントし合ってたんですね。俺は誰がすごい、俺はすごいみたいな感じですね。そういう文化でした。でその写真を持ってきましたが、あのピリピンの地方の写真もありましたが、 こっちの方が分かりやすかったからこの持ってきましたが、次行くかな、次行きますかね。ああ出ました出ました。これはあのアシア州、あのアジア州というところ、あの今現代のトルコの領域なんですけど、この人は、そこでもうコルスホノルムですごく盛んで、あの成功した人で、こういうふうに書いてありました。もう意思に書いてて、まあ、あの意思で書くので結構あの短いことフレーズとかあの省略したりとかしてますが、こういうふうにあのちょっとあの日本語で書き起こした、文字に起こした。でこのルキウス・サルビヌス・セコンディヌス、セコンドスの息子、クイリニア部族出身、クエストル・ウルバヌス、アントニヌス・アゴストス皇帝によってエディルの一人に任命され、プライトル・ウルバヌス、アシア州の総職、属州総督代理になりました。すごいあの肩書きですね。まああのまあ、一番まずここに見るとあの明らかになっているのはこの、役職のところが書いてますね。クエストルから行ってエディルで行ってプレートルみたいな、この、まあ、意思にも書いてますね。で、これはあのもうその道を取りましたよっていうのを書いてあります。でこれは多分あの今言われているのは、現在の CB とかレジュメとか経歴書の由来ですね。みんなこの道をあの こういうのを働いてきましたみたいな、このぐらいできましたというのをあのその時代からもやってます。 今と同じかな。、はい、そしてもう一つ の構造があります。ここはそれはこの、2つに分けて、その自分の生まれ持った権利、そのどこ生まれたか、生まれた場所とか国籍とか生まれた家族とか部族と、あと自分であの頑張って成し遂げたもの、まあ、キャリアっていうところですね、分けてあります。この人は、この、まあ、偉い人の息子で、偉いあの家族の中で生まれて、その、まあ、優れたところから出て、でさらに自分の努力でこのぐらいできましたっていう感じです。はい。なので、まあ、そしてパウロは、どのようにピリポの手紙を書いてますかというと、似たような感じですね。さっき読んでたあの5節6節のところに、パウロはこの自分の、まあ、同じフォーマットを使って自分のクルスホノルムみたいな、そのようなものを書いてます。でここに、まあ、生まれ持ったこと、その私は4日目に割礼を受け、イスラエルの民族に属し、ベンヤミンの別れのもので、生粋エブリビットですっていう。でそしてその自分の努力とか自分のキャリアとして、まあ、立法についてパリサイ人、熱心は教会の迫害したほど立法によるも非難されるところないって書いてありました。でそれはあの、まあ、パウロのクルスホノルムと言えるほど、まあ、フォーマット全く同じで、で生まれ持った権利とその、キャリアのところを書いてます。でもしパウロは、今2024年今年例えば、ね、パウロはこれを書いてるのであれば、おそらく自分のリンケディンのプロフィールのリンクを貼ってるんじゃないかなと思ってます。でちなみにリンケディンって分かりますか？分かる人いますかね？いや、簡単で言えば、リンクディンというのは、仕事やビジネスの世界で人とつながる、そういうソーシャルネットワークですね、SNS。で、自分のプロフィールを作って、自分の経歴とか、スキルを専門知識を入れて、
で、共有するんですね。他の人が、それを見ることができます。そして他の人のプロフィールを見ると、今までどういう仕事をしてきたか、どういうスキルを持っているかというのも分かります。なので、今現代でこういう手紙を書いてるんだったらどんな感じかなと思って、一応パウルのリンクリンのプロフィールを作ってみました。こんな感じですね、はい、まあ、ちょっと細かいところいっぱい書きましたが、はい、まあ、この宣教師、神学者、教会系立者、まあ、このいろいろ書いてましたけど、まあ、要は、高学歴、グローバル人材、もう多様性、文化、多文化、多言語化の対応できる人材、思想リーダー、口述家、2000年にわたって世界ベストセラーを、書いて、ほぼすべての言語に翻訳されて、起業家、組織創業者、でしかも副業でフリーランスとして天幕作りみたいな、もう本当にすごいですね。で、本当に優秀な、人で、もう突っ込むところのない人材ですね、人物でした。しかし、この手紙はなんでこのように書いているかというと、パウロは自慢したいというわけじゃなくて、逆のことですね。彼が経験したそのパラダイムシフト、その、思考転換を示すためです。思考転換ですね。思考転換という、まあ、何かというと、まあ、これまでの、常識、当たり前だと思っていたことが、まあ、無意識のうちに、まあ、前提条件としてかん、も、あの物事、事柄を考えていて、それを疑い直すことによって、その発想の変換をできるようなその過程ですね。なので、パウルはそういうふうに生きていたんですけど、でそういうふうに書いていますけど、その考え方が変わりました。で、その理由はこの続きにあります。これは、この世の価値観を勝る、その思考への転換ができたからです。もう一回、この、7節の10節のところをもう一回読みたいと思います。しかし、私にとって得であったこのようなものをみんな、私はクリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるクリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はクリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくだと思っています。それは私にはクリストへ、またクリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、クリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はクリストの復活の力を知り、またクリストの苦しみに預かることも知って、クリストの死と同じ状態になりって書いてありますね。パウルはエリートで成功者とも言えるぐらいの立場でした。パウルはこの、思考転換は、まあ、必死にもう自分の義を得るためのもう頑張って生きるものから、何よりもクリストとその復活の力を宝物のように値するものへと変わりました。もう今まで、重要だと思っていたものは、いきなりもう全くなくなったではなく、それより素晴らしい発見があった、あって、比較的に今の自分はどうでもよくなったというふうに書いてあります。で、それはこの箇所だけじゃなくて、実はピリピ人の手紙の一章のところに、パウロはピリピ人のために祈るというところもあります。で、その祈りの中でこういうふうに書いてあります。1章10節11節。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、またあなた方がクリストの日に純真で非難されるところがなく、イエス・クリストによって与えられた義の身に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますようにって書いてあります。なので、同じ背景があって、同じ考え方で、もう本当に自分がこういうふうに走っていました、こういうふうに生きていましたけど、今、それを思考転換があって、今、それはそれじゃない、これだよ。で、あなたたちも同じように考えるように祈ってます、願ってます。で、これはピリピ人の手紙だけじゃなくて、実はエペソ人の手紙にも、一章のところにも似たようなこと書いてあります。これですね。エペソ人の手紙の一章17節から19節、どうか私たちの主イエス・クリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐのものがどのように栄光に富んだものか、また神の 全能の力に働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにって書いています。
本当にパウロはもう熱心にもう私を経験したこの思考転換もあなたたちも経験してほしいというふうに書いてあります、ね、いろんな手紙ですね。要はパウロは自分が経験したこの思考転換はそのパウロの手紙を読む人たちも経験してほしいと願って祈っていました。実は私もそうです。私もクリスチャンになったきっかけはそこにあります。私クリストと出会ってもうあの思考転換が変わってもう今まで重要だと思ったものはそうじゃなくなってそれより勝るものがあったっていうのを、そういうかあの生まれ変わったのような経験をあの体験したのでぜひ皆さんも体験していただきたいと願っています。でこれはまさにイエス様が教えていたこの隠された宝物の例え話です、これですね。はい、あのマタイによる福音書にも書いてありますけども本当に短くて2節だけなんですけどあの、まあ、一言言うとある男の人が畑で働いてて、まあ、穴掘ってるみたいだけどいきなりあれなんか何これあの宝物見つかるんですね。発見するでもう数え切れないほどの価値の宝物を見つかるからもうあの大喜びで走りあもう駆けつけて自分のものを全部売り払ってでそのお金でこの宝物を手に入れるためにあの畑を買いに行くんですね。同じようなものですね。でイエス様がこれをあの例え話したあの教えてた時にあの御国神の国はこのようですって言ってました、まあ、全くそんなことです。あの今パウロが話したことと同じことですね。この希望この望みはこの世のものよりも輝くのです。この世のものよりイエス・キリストを知ることが圧倒的に価値があるのです。キリストにあって自分の義ではなくキリストによる義。パウロはこれらのことを書いた理由はそこにあります。本当に私たちもその宝物を発見することができるように願っていました。パウロはそのために生きていてそのために殉教まで命を捧げました。それこそ神様に、ごめんなさい、聖書に書いてあるのはこの掟ですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよというのはまさにこれですね。何よりもここにあの宝物のように大切にするというところです。なので、このパウロの手紙を読んで、そしたらその手紙を読んでこれを理解して自分に聞かざるを得ない質問が私たちを直面します。それは、この宝物のために全て追い払う覚悟できてますか。キリストにある望み、その希望は何よりも価値があるものと思ってますか。それ自分に対して質問しなきゃいけないですね、この読むと。もしかしてまだその宝物はっきり見えないかもしれないですね。なのでそれなら今日こそ神を求めてキリストの素晴らしさを見ることができますように心から願いましょう。あの聖書箇所いっぱい出してますけど、詩篇の34編のところに主の憐れの恵みが深きことを味わいしで主により頼む人は幸いであると書いてあります。ぜひこの、恵み深きことを味わいしてみてください。さてこのパウロはこの覚悟をしていたからこそ、つけてこういうのように、言ってます。さっきに言いましたけどもう一回12節は、私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとクリストイエスが私を捉えてくださったのです。私たちよ、あ、ごめんなさい。兄弟たちよ、私はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一言に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、クリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っています。この聖書箇所は、まあ、とても有名ですね。この、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむき前のものに向かって進みって書いてあるんですね。もう後ろのものを忘れて前に進むというなんか、まあ、ポジティブな感じですごく元気が出ますね。で確かに、まあ、要は過去から解放ができるということですね。まあ、こんな、後ろのものを忘れるというのは過去から解放できる、解放されるということにも意味を表していますが、まあ、確かに過去に縛られることってあるじゃないですか。で、まあ、ただお城のものを忘れるというと、一番早くに忘れたいものが先に考えてしまいますよね。例えば過去の失敗とかトラウマとか自分の自信のなさとか心の傷とかそれをもう早く忘れたいものですね。もちろんこれらのことも忘れて前に進むという解釈は正しいし、パウロがその箇所を書いたところもこれも含めていると思います。ただ
それだけではなくて、自分たちの過去の成功、権力、誇り、アイデンティティとかも全て後ろに置いて忘れて前に進むべき、進む必要があります。そうですね。そう、これはまあパウロの自分のコルスホノルムを紹介しているコンテクストなので、まあ、こういう自分の成功も、自分のアイデンティティも全て追い払う覚悟が必要ですね。なのでこれらのことも、まあ、縛られることもありますし、これらのことを手放さない限りは前に進まない場合もあります。なので心の中で考えてみてください。この宝物を手に入れるために障害物になっているものはないですか？例えば今までクリスチャンじゃない自分がいるので今更みたいな、あるいはクリストのために生きるというと家族はどう思われるか、友達はどう思われるかとか、まあ、過去にこういう生き方してたからクリストを従う人としてふさわしいのかなという悩み、そしてまあ仕事忙しくてそんな余裕がないとか、もうこれらのことを全て忘れて前に進むべきです。ここで、イエス様のことを覚えます。誰でも、手に隙をつけてからお尻を見る者は、神の国にふさわしくありませんって書いてあるところです。しかもその隙を読むとこんな感じですね。その隙を読むと神様がクリストにあって完全にされていくために私たちを捉えてくださったと書いてあります。上に召してくださるとも書いてあります。でそもそも教会っていう、この教会というのもギリシャ語でエクレシアというのなんですけど、エクレシアというのは、もう呼び出されたもの、呼び出された人たちっていう意味ですね。なので、今日はここにいるなら神様があなたを呼び出したからです。それは確実ですね。それこそ最後の、このザ・カリン、コリンですね、はい、ヨハネの福音書にも書いてますけど、神様が私たちを選んでくださったと、書いてあります。つまり私たちがこのレースを走るために採択されました。現代で言うと、まあ、ドラフトされましたという感じですね。どうやって答えたらいいですか。じゃあパウロのように価値観を変えて自分や自分らしさがなくなるのではないかと、もしかして悩んでるかもしれないんですけど、そんなことはないです。生き方を変えられていく中でも性格本質はそのままですね。綺麗事は言う必要はありません。演技する必要はありません。自分らしさを諦める必要はありません。これに関してこのもう3ヶ月でギリシャ語でピリピリとの手紙を一節ずつ勉強してきた中で最も印象に残ったものの一つを最後に紹介したいと思いますが、賛美チームはちょっと準備していただければと思います。これで終わりたいと思いますが、その最も印象に残ったものの一つはここにあります。このそうですね、パウロの人生がクリストと出会ってもう逆転して全て変わりましたと言いながら、実はパウロは本質は変わってないなっていうのを明らかになっている聖書箇所があります。それはさっき読んだこの6節、12節、14節です。それなぜかというとこんな感じですね。さっきパウロのあの熱心のことを説明しているところです。あ、次お願いします。はい、この熱心は、その熱心は教会を迫害したほどでって翻訳されてますけど、これはギリシャ語でこのカタゼロス・ディオコテ・エクレシアンという、ディオコンという言葉はもう走り一生懸命走って捕まえようとするという意味ですね。このディオコンという、で自分の前はこの教会を迫害したほどという、もう教会の人たちを追いかけて捕まえようとしてたんですね。でもその12節のところにもう思考転換を経験して、ただこの捉えようとして追求しているのですというところも、この捉えようとして追求しているのも同じ言葉ですね。良好というところですね。14節のところもこの目標を目指して一心に走っているのですというところもこの良好ですね。この良好というのはパウロはキリストと出会う前に教会の人たちを追いかけて捕まえようとしていたが、キリストと出会った後は神の降臨に応えてその召しを追いかけて捕まえようとしている姿が見えます。やってることは同じですね。ただ方向が変わっただけですね。なので私たちも同じのではないかと思います。神様が一人一人にその性格、本質、賜物など与えられました。それらのことを、それらの特徴こそ御心、御国のために使いたいっていう、用いたいので私たちを呼び出しています。なので
その声を今日聞くなら、すべてお城に置いて忘れて前に向かって走るべきです。このコルスホノルムをやめて思考転換を抱いて、ゾコーリに応えましょう。それで最後に一曲の賛美を歌いながら少し祈りの時間を持ちたいと思います。ぜひこの時間の間、主に向かって主の御顔を求めて、まあ歌いながらでも心の中でも祈ってみてください。お祈りします。主よ、私たちはこの世にこの世の価値観を染めています。どうか新しくしてください。心と理解の目を開いてください。私の人生の啓示をもたらし、あなたの富の価値を見せてください、見させてください。私たちにあなたのうちにある希望の価値を理解できるように導いてください。あなたの光が私たちに照らして、あなたの偉大さを見ることができますように。過去に縛られ、あなたに向かうことがを、妨げられないようにしてください。あなたが私たちの人の、私たちの人生の中に中心になり、私たちがあなたの中にある宝物を見るために価値観を更新できるようにしてください。このすべてのこと、主イエスキリストの御名によって祈りします。アメン。
初めての、ウィーウォーシップでしたけど、まあ、それにしても、フォアンさんのアルゼンチン人ですか、あの日本語、いやこんなに難しい漢字もすらすらと読み書きして、やっぱ思いましたですね。私たちもこのような言語力が必要だなって。そうですよ、これを読む言語力、神の声を、御声を、御心を聞く言語力が必要かなと。いろいろな形でこのアイウォーシップ、まあ、いつもやってる礼拝とはかなり違った形でも、いろいろな形で神の言葉を聞く、それも私たちにとても大切なこと、必要なことでありましょう。これ以前はアイウォーシップと言ってましたが、今日からウィーウォーシップと言って、私たちってウィーウォーシップ。でも今日はフレンチ、フランス語を喋る方もあるから、ウィーってフレンチだと、フランス語だと OUI、Yes ですよね、はいという意味であって、そういう意味で私たちも礼拝を通してイエス様に、神にはいと肯定的に前向きに生きる力を私たちも養いたいと、そう思うんですね。英語で We にもう一つ E をつけると WEE、 そうなると We little、 私たち小さいもの、小さいという意味ですよね、 We は。そういう意味では神の前に一人一人が小さくなる、神の前に伏してこのお方を我が神として礼拝する、そういう意味では We は愛より小さいかもしれない。そんな私たちの小さなこの礼拝にも、大きな神様の喜びがこれからたくさん注がれると、そう思って期待したいと思います。アーメンでしょうか。アーメン。じゃあ最後に祝祷をして、ハレルヤ歌いましょうかね。ちょっと最後にハレルヤを ご起立いただきまして、ハレルヤ歌って祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、じゃあハレルヤ祝祷いたしましょう。ハレルヤ、仰ぎ恋願くは、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わり、我ら一同と共に常に限りなくあらんこと。アーメン。アーメン。 This is We Worship。 大きな感謝の拍手イエス様を送りましょう。Praise God, Praise God。 どうぞお座りください、ね、では開催と思います。アナウンスかな、なんだろう、突然言って、ごめんなさい、失礼しました。はい、そういう自由な集会でいいのかな。はい、それではアナウンスをしたいと思います。今日も YC カフェあります、のでどうぞ礼拝後の一杯お楽しみにしていただけたらと思います。
ゴールデンモカブレンドアッサムティー、我らがマスター辻隆さんが入れてくださっていますので、ぜひですね、ご挨拶してなあの拍手はしないですね、ぜひ拍手する気持ちでなんかご挨拶していただけたら嬉しいかなとそう思っています。本日の第2礼拝、今手法に従ってですね、今アナウンスしていますけれども、本日の第2礼拝は特別ステイハイウィーワーシップでした。また次回もありますので、どうぞお祈り覚えていただけたらと思います。リビングライフ5月号が続けて発売中です。どうぞ皆様、亡くなる前にぜひお買い求めください。これがありましたら、聖書も解説もありますので、言葉も書いてあります。いつも先生がおっしゃってる言葉ですね、そのまま言ってるだけです。はい、ぜひ持って行って、買っていただけたらと思います。礼拝献金、11献金等すべての献金は献金箱ありますので、あちらをご利用ください。感謝を主にお捧げしたいと思います。本日の集会ミーティングいくつもありますけれども、ぜひこれですね、チェックしていただいて、ぜひお祈りを覚えていただきたいと思います。こういう活動があるんだ、こういう集会があるんだ、参加できる集会ですね、参加していただくこともできます。ぜひ応援していただけたらと思います。アクティビティはお掃除もありますので、ぜひこちらもご協力ください。以上ですね。あと第一礼拝でも少し紹介しましたけれども、スペインからそしてアルゼンチンから、ゲストが来ています。ファビオラさんとセリーナさんとフェデリコさんです。どうぞ立ち上がってくださいますか。アルゼンチンそしてスペインから来てくれました。英語は話せると思いますので、もし今通訳が必要だったらお話ありますので、ぜひ、お話ししてみていただけたらと思います。以上ですかね、よろしいですかね。はい、それではありがとうございました。ぜひですね、今日ウィーバーシップですので、お隣の方とご挨拶してありがとうございました、日本人ですね、ありがとうございましたと言って終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。日本人ですね。最後イエス様に感謝の拍手をしたいと思います。